今治に行ってきます。今治は山越えのルートで行くんですけど、趣味のボーリングの大会があります。昨日300点出ましたから。昨日300点、はい、あ、今日も出してください。今日もぜひ出したいなと。前回来た時もだいぶ高点数出ましたよ、確か。そうですか、はい、私ここあんまり来ないんだけど、はい、まあ、ウッドで、はい、あの大外切れてて、結構40何フィート長いんですよね、はい、オイルね、はい、だから私だと外からしか投げられない、はい、私も外から投げて、今日はまたまたまた、思いっきり負けて、ね、中から投げるのは本田君と山下君に任せて今日は900ですね、はい、今日は15あるんで、はい、900点目標に頑張りましょう。私の査定を3人ご用意させていただきました。
ダッチマンでございます。ダッチマンね。残念。次は攻略したいと思います。お願いします。はい、右足を流せって言われました。誰に？敵さん。おそらくもストライク出ました。練習会になっちゃった。流せって言われました。練習会で頑張ります。ちゃんと登りましたよ。ダッチマン登りました。出るね。指痛いけど。指痛い。そっと投げなかった。ですが、ポジティブさだけは負けないと思ってるんで、3人で勝ちます。すごく楽しい大会なので、ぜひ一緒に思いっきり楽しみましょう。私も最後まで投げたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。ボール何ですか？ゴーストロックです。何枚目使ってんですか？何枚目です。今日スタートー、今15、6枚ですね。14、5枚。本当、うん、だから速くて投げれない。早い。ここすごい。向こうと違います。全然違う。びっくりした。あ、そう。じゃあポケットには行くんですけど、こっちの方がさらに速く感じますね。ワンポイントアドバイスください。ワンポイントアドバイス？いや、逆に僕もあんなに外まっすぐうまく投げれるようになりたい。ただ今日最後の方は手前のオイル量とボールのカバーストックがちょっと合ってなかったかな。もうちょっとオイルに弱いボールの方が良かったかな。強めのパールとかの方が良かったかなっていう気がしますけど、でも、ね、いいと思いますけどね。わかります。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。バイバイ。頑張ってください。バイバイ。ありがとうございます。はい、どうも。
体に悪そうなものです。はい、終わりました。本日の結果はダメでした。29位でした。途中までは6位だったんですけど、最後でこけました。最後でやらかしてしまいました。ちょっとメイク